はい、皆さんこんにちは。押し花に携わって二十数年、日本防具社の田中でございます。今日はですね、当社で販売しているこちら、植物標本スターターキット、こちらのですね道具を使って、ご紹介と、実際に押し花をこれで押していきたいというふうに思いますので、夏休みも入りましたんでね、お子さんの自由研究から、大人の方もですね、楽しく押し花ができる、本当に簡単にできるポイントは、色が綺麗に残るという道具でございますので、ぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは早速キットで押していきたいと思います。スターターキットにですね、紙を押していきます。で、トリセツ入っております。作り方が入ってますけども、今日は実際に動画でやっていきます。これは押し花のシールを作れるシールですね。こういったものも入ってます。アルミ袋、スポンジ、ポリクロス、それから、押し板が2枚ですね。それからドライシートということになっています。ちょっとこれを使って、早速押し花を作っていきましょう。今日押すのはですね、こちらの、黄色い、かわいい小花、ディソイディアというお花になります。とってもですね、可憐でですね、柔らかい優しい感じがするお花になりますね。これを押していきましょう。では一番最初に、このペーパーボード1枚置いていきます。はい、そうしましたらその次にドライシート、これがですねお花の水分を吸ってくれる、肝になるポイントになる材料ですね。ドライシートを1枚乗せます。はい、そしたらその次に、ポリクロスですね。はい、お花の水分が直接、ドライシートにくっついて剥がれなくなるのを防ぐ、ものですね。ポリクロスを乗せます。そしたら、お花をですね、ここに乗せていきます。もう本当に乗せてですね、挟むだけなので、難しいことはありません。お花切っていただいて乗せていきます。このドライシートの中に入るようにですね、切ってあげてください。はい、およそ入ったらですね、この上にもう1枚ポリクロスを重ねます。で、この上にスポンジを1枚乗せます。はい、これを、繰り返していきます。ドライシートをこの上に1枚乗せますね。この上にポリクロスをまた乗せて、お花をまた乗せていきます。で、とにかくこうやって並べていけばいいんですけど、これをですね、押し花ですから、圧力を上からかけていくわけなんです。圧力を上からかけていくんですけども、お花がですね、ギュッと押してしまうと、横を向いてると横に向いた状態でお花が押されてしまいますので、正面向きのお花を、押し花として作りたいなという時は、なるべくお花をですね、こう下の上に向けるんじゃなくて下に向けてあげる。そうすると、押して上がった時に正面向いた押し花が出来上がります。そしたらまたポリクロスを1枚乗せます。その上にスポンジね、これを繰り返していきます。
はい、これで最後にドライシートを乗せて5段分が完成しましたので、この上に、ペーパーボードを乗せます。はい、そうしましたら、これに、今度はゴムバンドをかけていきます。動かないようにですね、ゴムバンドを、しっかりかけていきます。はい、これで、しっかり止まりましたので、今度はこのアルミ袋に入れていきます。アルミ袋に入れて、なるべく中の空気を押し出してチャックを閉めていきます。はい、チャックが閉まりましたら最後重しを乗せていきます。大体重しはですね、まあ3キロから5キロぐらい。今日は、本をちょっと厚めの本を2冊ぐらい、重ねて、はい、これで、完成ですので、大体まあこれぐらいの柔らかい薄い水分の抜けやすいお花でしたら、4、5日この状態で待ちましょう。それでは4、5日後お楽しみに。はい、じゃあ4日経ちましたので押せてますかね。開けてみましょう。もうこれ開けてね、ちょっと確認するだけですから、バンドを外して、よいしょ、ペーパーボードをどけて、ドライシートをどけて、よいしょ、スポンジをどけていきます。はい、よし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 、よいしょ、いいですね。きちんと押せてればこうやってもうピーンとしてますよね。こういう状態であればもうきちんとおしまいができてます。でこの花芯のところ触っていただいて、ちょっとひんやりしとっとしている場合はまだ乾燥が足りないので、もう数日同じように押していただくということですね。出来上がった押し花は、よいしょ、ひとまずティッシュペーパーの上に並べて置いておきましょう。よいしょ。スターターキットのポイントはですね、とにかくこれ見ていただくと分かる通り、色がねとっても綺麗に残るでしょね。これ本当に水分を早くこのドライシートが抜いてくれるから、こうやって色がとっても綺麗に残るんですね。これゆっくりゆっくり水分を抜いていくようなことで押し花を作ると、どうしても色って変色してしまいます。ですけどドライシートはね、水分を抜く力がとっても早いので、色もこうやって綺麗に残るよということになります。はい、これで全部取り出せましたね。それでは、今日は、夏休みの自由研究にも使える押し花ということなので、出来上がった押し花を台紙に貼って、自由研究風に仕立てていきたいと思います。台紙といってもですね、使うのはこういう普通のスケッチブック、こういうものに、貼るだけで十分ね、自由研究になると思います。コピー用紙なんかよりはもうちょっと厚めの画用紙ぐらいのこういったスケッチブックの、紙に貼っていくのがいいのかなというふうに思います。で、貼るときはですね、木工用ボンドみたいなもので貼っていただいてもいいんですけども、今日は、
ちょっとまあこういった形でね、自由研究なのでどちらかというと学術標本風に、並べていただいて、これぐらいでいいかな。はい。でですね、今日はこのマスキングテープ、これをちょっとずつ切ってですね、茎のところを留めたりとかっていうことで貼り付けていきたいと思います。はい、こういう形でね、マスキングテープで留めました。そしたら、やっぱりね、自由研究ですので、この押し花の情報が欲しいわけですよね。押し花の情報ってどんな情報っていうことなんですけども、学術標本に必要なのは、いつどこで誰がこの植物を採取したかっていうのが書いてあることが一つのポイントになります。ですので、その情報を入れてあげるとより自由研究風になってくるわけですね。で、今日はただここにサインしてもいいんですけども、こういうですね、植物標本シールっていうものが、販売されてます。私たち日本防具社の手作りタウンという、EC サイトで販売されてるんですけど、植物標本シールというのがあるんでですね、これを使っていきましょう。ちょっとね、こういうシールを使うとかっこよくなるわけですね。よいしょ、ここにこういう形で貼りまして、で、ここにサインをしていきます。急いでですね。から今日は、日付を書いて採集者の名前を書きますと、はい、いうことをするとよりね、学術標本っぽい、押し花ができます。ぜひこういう形で枚数をどん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 重ねていってですね、ご自身の押し花帳を作ってもらえばというふうに思います。はい、じゃあ次は、押し花をカードにデザインしてガラスフレームに飾ってですね、押し花をインテリアとして楽しむということをしていきたいと思います。今日使うのはですね、こちらのカードですね。で、これ実は、こういうふうに5枚のカードセットになってまして、色が違うんですね。お花の色に合わせてカードの方も選んでいただければと思います。今日は、お花の色が黄色なんで、黄色が映えるグリーンを使っていきたいと思います。はい、じゃあこのカードにですね、押し花をデザインというか並べるだけですよね。もうお花、もう押し花で十分形がデザインになっているので、こんな感じですかね。はい、で、先ほどの、台紙に貼った時と同じように、マスキングテープで留めていきたいと思います。木工用ボンドみたいなのでですね、貼ってもらっても大丈夫です。木工用ボンドなんかで貼るときは、たくさんベタっとつけちゃうと、その部分がどうしてもせっかく乾かしたのにボンドの水分を吸ってですね、また色がちょっと悪くなっちゃうので、ボンドをつけるときはもう本当に少量を竹串や爪楊枝につけて、少しだけ本当にボンドをつけて貼ってください。こういうね、細めのマスキングテープがある人はこういうので留めていただいても結構です。はい、そしたら、先ほども使いました、
これね、標本シール、これを貼って、たいと思います。今回はちょっとカードに合わせて小さめのサイズ貼りますね。でここに、まあ、メッセージでもいいですし、日付とね、サインを書いていただいて、はい、でこれをガラスフレームに入れてみましょう。はい、じゃあガラスフレームに入れていきたいと思います。このガラスフレームですね、こういう形でスタンドが開くようになってまして、このガラスの間に押し花のカードを入れて、飾っていくというものです。上の方にスライドの金具がついてまして、これをまあずらして、そうすると、こういう形で開くようになってますので、ここに、カードを入れていきます。ね、でカードが動かないように、先ほどのマスキングテープ使って丸めてですね、カードの裏につけて、ちょうど真ん中に来るよう、はい、これで、カードを留めていただいて、でガイドを止めていただいて、はい、これで出来上がりですね。はい、ということで3日ぐらいでね、標本の押し花の、押し花帳とガラスのフレーム、作ることができました。とっても簡単でしょ。今ねスターターキットでこういうふうに簡単に押し花誰でも作れますので、ぜひ季節のお花を、生けて楽しむのもいいんだけど、こうやって押し花にして楽しんで、時にはまあこういって、夏休みの自由研究にも使えるし、インテリアにも、インテリアにして楽しむこともできるということですので、楽しんでいっていただければと思います。今日使った押し花の材料はですね、スターターキット、それから植物標本シール、それからカード台紙、この辺は日本防具社の手作りタウンで販売しているのでご利用ください。お待ちしてます。